二条、宋はじめは、江戸時代の苦行。後は後隆市委員。教法十二年に、県大納言九条公共の子として刑に生まれる。原文三年に二条、宋広氏の妹多兵姫と結婚し二条家に養子縁組する。この年、桜町天皇より、今後の即位勘定は二条家で行うようにと、新刊を得る。原文四年正月。 将軍家より意味名を得るという二条家の伝統に、乗っ取り、養父同様、将軍、徳川吉宗から返記を授かる。原文5年5月28日、信十三位。あと21位1月10日、信。内大臣、右大臣などを歴任。法暦四年皇居。昭和天皇は、そうはじめの来孫にあたる。桜町天皇は、設計との関係を重視して、 大天寺、姉が工事停止が生んだ、桃園天皇の実母を二条社子と定めたために、二条家は桃園天皇の外籍となり、そうはじめも将来が職望される中で28歳の若さで急死した。その一方で、他の設計が警戒を強めていた、竹内式部に指示していたことで知られ、もし、そうはじめが健在であれば、その後の法暦事件も異なる展開をたどっていた。 可能性もあった。ありがとうございます。